ブレイントレーナーのたくまです。今日は私のダイエットの進捗状況をお話ししたいと思います。以前こちらの動画で2年間でこれだけ太りましたというお話をして、まあ、どれだけ太ったのかお腹も見せたと思うんですけれども、それからダイエットを始めています。で、まあ、こちらの動画見ていただいて、まあ、あのお腹はさすがにやばいでしょうとか、あんなに細かったのにこんなに変わるんですかとか、私も同じですとか、様々なコメントをいただきました。で、ダイエットを始めて3ヶ月になるんですけれども、あっと驚くような変化がありましたので、今日はその感想とまた具体的に行った3つのことをご紹介したいと思います。はい、で実際にやってみた感想なんですけれども、正直これでいいのかなと思うぐらい簡単でした。はい、そして楽でストレスも全くなかったですね。というのも、運動、激しい運動とかも全然しませんでしたし、また食事制限とかもほとんどしませんでした。まあ、強いて言うなら、こう、タイトルにもあるんですけれども、まあ、3ヶ月で7キロ痩せて、まあ、つまり1ヶ月あたり2キロほどずつ痩せていったんですけれども、まあ日々劇的な変化があるわけではないので、本当にこれでいいのかなっていう不安とかはあるんですけれども、まあやっぱり3ヶ月やってみるとこのように変化があって、まあ、継続は力なりだなと感じました。具体的な変化としては、まあ体重がマイナス7キロっていうのもあるんですけれども、体脂肪率が 27% から 21%、そして、ウエストがマイナス 7.5 センチという変化もありました。これはだいたいベルト3つの穴ぐらい小さくなった感じですね。で、まあ、このように、変化の前後の写真も撮っているんですけれども、まあ、見ていただくとわかるんですけれども、まあ、結構、もともとはこう、お腹がバーっと、もうパンパンに張っていたのが、こう、ある程度、細くなって、横から見ると、このくびれの部分がちょっとできてきているのがわかるかと思います。で、また、横から見たときに、こう、なんて言うんですね、お腹がボンと出て、こう反り腰にちょっとなっていたのが、まあ、姿勢も改善されて、すごくストーンと、こう、正面もそうですし、後ろ側もまっすぐになった感じがあります。で、皆さんが気になるのは、何をしたかじゃないでしょうかね。3ヶ月でマイナス7キロ無理なく私が行った時に、注意したポイントは3つありました。で、今回はこの簡単なお話で、軽く、ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、詳しく知りたい方は次の動画や私のセミナーで詳しくお話しするので、コメント欄の方をチェックしてみてください。一つ目は食の置き換えです。私は結構ラーメンとかお菓子とかジュースとかが好きで、まあ、それで太ったのもあります。皆さんも好きな方多いんじゃないでしょうかね。で、置き換えというのは、例えばこのラーメンとかお菓子とかでも、より糖質が少ないもの、あるいは脂質が少ないものに置き換えて、より体に脂肪がつきにくくしていくということです。ある日突然お菓子を全部我慢しましょうとか、パンは食べないようにしましょう、お米は食べないようにしましょう。そうすると体に負担も大きいですし、自分の心にストレスがすごくかかっていきますよね。そうするとダイエットも嫌で続かなくなります。そうならないように、例えば私だと、ラーメンの麺をこんにゃくでできた麺に置き換えたり、あるいはパスタは豆でできた糖質がかなりカットされたものに置き換えたり、また炭酸のジュースとかは、以前ご紹介したように、お酢を炭酸水で割ったものに置き換えたり、そういったような工夫を行って、無理なく、また体にも優しく食事を改善していきました。二つ目は、ダンベルを使った筋トレです。ダンベルと聞くとなんか辛そうだったりとか大変そうなイメージがあるかもしれないですけれども、全然そんなことはないんですね。というのも、私も最初はいきなりダンベルを使わずに2リットルの水のペットボトルを使って筋トレを始めました。具体的には通勤の時に2リットルのペットボトルを持って出かけて、で歩きながらこのように持って動かしたりとか、このように動かしたりとか、このように動かしたりとか、いろんな動かし方をして、肩中心に鍛えていきました。で、もちろんちょっと変な目で見られるかもしれないんですけれども、普段必ず行う習慣にプラスアルファで筋トレを入れることで、無理なくまた続けて行うことができました。で、女性の場合はいきなり2リットル大変だったら、500ミリリットルのペットボトルでも全然いいと思います。それを入れて、このように歩くときに動かすだけでも効果があると思います。3つ目は、プチ断食です。
断食といっても1日の中で数時間から10時間程度食事を取らない時間を設けるものですね。まあ、ファスティングやリーンゲインズなどと言われたりするので、皆さんも聞いたことはあるかもしれないんですけれども、まあ、要は食事の食べる時間を管理しましょうということですね。私の場合は1日の食事を2食にして、まあ、食事を取らない時間をなるべく16時間ぐらい持つようにしました。残りの8時間の間で、まあ、2食食べるということですね。で、まあ、こうすることによって、まあ、内臓を休めることもできますし、まあ、食べ過ぎ防止にもなるんですね。まあ、一気に8時間の中でもう大食いのようにたくさん食べるっていうのは体にも負担がかかりますし、まあ、現実的に無理だと思います。なので、まあ、食事の時間をちょっと狭めることによって1日食べる量を減らすことができます。で、注意点も多いですし、またいきなりこの16時間食べないってすると体に負担が大きいですから、私もそうしましたが、まあ、ちょっとずつ時間を短くしていって、まあ、なるべく夜遅くに食べる時間を短く早くしていって、また朝食べる時間をちょっとずつ遅くしてお昼と一緒にしたりとか、まあ、そういった試みがいいかなと思います。注意点がたくさんあるものになるので、試す方はよく調べてみて行ってください。いかがでしたでしょうか。ダイエットしたいという人の中には、食べることは好きだけれども運動はちょっとっていう方多いと思います。まあ、私もその一人なんですね。もし皆さんも楽しく無理なくダイエット始めたいという方は、ぜひチャンネル登録して私と一緒にダイエット始めてみましょう。またもし質問とかありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。